こんにちは、速稼塾の久保です。確かにね、 YouTube やって稼げるのとかね、言われちゃいますよね。でもそれはですね、コンビニのバイトやっても、どっかの、一流企業に入社しても、なんか同じようなことだと思うんですよ。確実に稼げる保証って別になくって、もしそれがあるとしたら、給料としてその、出社初日からお金をいただけてるというね、何の能力も顧客も持ってないし実績もない人にお金あげるよっていう風なね、なんかお小遣い制度みたいな形で日本の給与体系っていうのができてることが、前提になってるから、そういう風な疑問質問になるんでしょうね。だって自分が勤める会社のオーナーの側からしてみたら、事業を始める前に稼げるかどうかなんて全く分かんなくって、で、社員とかね、アルバイトさんっていうのは、1時間いくらですよとかね、1ヶ月いくらですよっていうのは、雇用契約のもとに、勤務してるんで、まるで稼いでるかのような印象を受けますけども、稼いでるわけじゃなくて、自分の人生を売り渡してるっていうのはね、本当に言い方はまさにそのものなんですよね。で、収入の限界値も決まっていて、休日も決められないし、社則という自分の知らないところで決められたものに従わなくてはならないというかね、いろいろこう縛りがあるわけですよね。要するに、ひどい言い方すると、奴隷化するわけなんですよ、自分の人生はね。で、好きでもない仕事に対して生活費を稼ぐためみたいな無茶苦茶な理由で、自分都合でお金を取りに行ってるんですよね。だからこれはね、今の時代にはちょっとだいぶ合わなくなってきたんではないかなと思うんですよ。それこそ自分の都合ではなくって、お客様の都合とか経営者の都合によって、役割を果たせるからありがとうで報酬がもらえるっていうのが本当のことだと思うんですけども、大変な思いをして、仕事は嫌なことがあってもしょうがないんだよみたいなね、そんな言葉がまかり通ってますけども、そんな嫌々なことをやってね、お金をもらうっていうのは完全にこれ奴隷なんですよね。奴隷っていう言い方、本当にひどい言い方になりますけども、だってその仕事にお金もらえなかったらやらないってことじゃないですか。でもこの YouTube 活動ってどうですかね。ギャラなんて発生しなくてもやると思うんですよ。それはだから、伝えたいものがあって、そして受け取った人が必ずそれはプラスになるというふうに思うからだと思うんですよね。もちろん人を傷つけるためにとかね、迷惑系 YouTuber なんてのも、身勝手な人もいますけども、基本的にはなんかいろんなことに気づいてほしいとか、きっかけをつかんでほしいっていう善意で放送してるし、それに共感してくれてる人が次も期待してチャンネル登録とか、それが積み重なって再生数ってものに結果になってると思うんですよ。だからチャンネル登録が1であろうとも、再生数が1であろうとも、この世の中に YouTube を通じて期待してくれてる人がいるっていうのは、もうそれすでに収入だと思うんですよね。このお金よりも得るのが難しい信頼というね、収入をもういただいてるのが YouTube じゃないかなと思うんですよ。ですから私たちは概念を変えないといけないと思うんですよね。それは報酬っていうのは必ずしもお金でもらえてるわけではないってことなんですよ。あなたの言うことはもっともだという共感も、これは報酬なんじゃないかなと思うんですよね。職場で何かすれば必ずやっかみが入ったり、上司からね、いらん詮索が入ったり、部下にそっぽを向かれたりとか、これって報酬なんですかね。ただお金をもらえてるだけの、会社に勤めてるがゆえに、なんかその中で憎しみ合ってる関係なんですよね。その憎しみ合う戦場のようなところにいるから、苦痛に耐える対価としてお金あげるよっていう風なね、これをね、奴隷化として言わず何と言うのかなと思うんですよ。やっぱ人が求めているのは、自分の納得できることをやらせていただいて、そしてそれが誰かの役に立って、あ、感動だ、嬉しいなと自分も思うし、そして逆にサービスを受け取った人とか商品を受け取った人が感動でありがとうねと言って支払ってくれるのが、入金だと思うんですよね。それが売上だと思うんですよ。だから人の隙をついてね、はい、売上上がりましたみたいなことではなくって、本当に一人の人が必要としているものを提供できて、そのサービスのお手伝いができるからこそ、情報発信はお金になると思うんですよね。さすがにですね、商品を買うときに、例えば花龍馬さんのオンラインサロン19万8000円で買うときに、騙されて買いましたみたいなね、何の吟味もしませんでしたっていう人はいないと思うんですよ。さすがに数万という金額を払うときには、相当ね、悩んで迷って、花龍馬さん大丈夫かな、本当に信頼に値するんだろうかってことを悩みに悩み抜いて、正確な判断として入金すると思うんですよね。ってことは、その人との信頼関係は誰よりも熱いわけなんですよ。だって19万8000円の商品を、その人がね、お客さんが、じゃあ他の誰かから何か買った経験ありますかって言ったら、多分ないと思うんですよね。それこそ家賃ですら5万とか6万なのに、それよりも高いものを買うわけですよ。ということは、相当な信頼関係はそこにあるんじゃないかなと思いますよね。
といろいろとねご託を申し上げましたけども、ハナリモさんこんな質問を私にしてくださいましたね。まあ YouTube がどうこうとか言ってたの、まあ、あの私の場合は始めてすぐに稼ぎました。それは珍しい例だったと思います。運が良かったと思いますし、タイミングが良かったと思います。で、私なりに分析すると、私は一つの会社の経営者として、地元のですね、こう異業種交流会ってところによく参加してたんですよ。異業種交流会に参加すると大体20名ぐらいの他の会社の事業者さん、主に経営者の方とか個人事業主のその代表の方がいらっしゃってて、まあ、それでねお互いの事業ってものを紹介し合うとかね、チラシを渡し合うとか名刺交換をし合うってことでお互いに営業してたわけなんですよね。まあそういうところで私は司会をすることが多くって、二次会のまとめ役とか言ってね、飲み会に行くときも必ず私がいたみたいな感じで、まあ多少目立ってたんですよね。まあその中で、その下地の中で Facebook を始めたんで、インターネットビジネスってものに私は始めましたっていうふうに表現したところ、まあ、多くの方がもともとあるね、ちょっとした信頼に対して、インターネットビジネスってそんなにパソコン1台で稼げるんだったらちょっと教えてよみたいな、そんな流れができたわけなんですよ。で、今ほどインターネットを使ったビジネス、 YouTube とかね、 Twitter っていうのがまだトレンドじゃなかったんですよね。まだ始めたばかりが、何それ、インターネットって何っていう風な状態の時代、それが2011年から2013年だったんですよね。テレビでもよく特集されて、ヒルズ族なんてこと言われましたね。ネオヒルズ族か、まさにネオヒルズ族の私は弟子入りをしたわけなんですけども、よくテレビで出てるネオヒルズのなんとかさんの私弟子になりましたっていう風なセールストークが使えたのもテレビの影響だったんですよね。まあ、そういう風ないろんな運がいい要素が重なったのと、プラス私にはその自己アフィリエイトっていう方法が正確に人に伝えるそのトークスキルがあったんですよ。まあ、ですんでその2つが噛み合って、私がそのセルフバックのインターネットでね、1万円以上稼いだことがない方には2万円以上必ず稼いでいただきます、売上を立てさせますと、セミナー中にその売上を実現させますみたいなことを言ったもんですから、多くの方が最初から集まってくれて、前入金1万9800円をかける50人にいただいたってことなんですよね。まあ、ですんで初月から80万円の現金が手に入ってきて、まあ値引きもあったんでね、で私は あっという間に実績を作ることができたということなんですよ。あとはその実績をもとに、なんですかね、50人以上が参加したネットビジネスセミナー速稼塾みたいな感じで、2ヶ月目からは継続して売り上げを立てることができたわけなんですよ。まあ、そしてセルフバックもそれから3年間切らさずに毎月毎月10万以上の売り上げを売り上げっていうか利益ですけどね、利益が取れるようにものすごく取り組んできて、私はね誰よりもセルフバックが詳しくなったっていうふうな一点突破をしたかなと思います。セルフバックをして、そしてセミナーをして、セルフバックをしてセミナーをしてって繰り返して、セルフバックがまだできてない人に自分のやってきたことをどん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 ねお伝えしていって、どんどん信頼を勝ち取っていったと。それでセルフバックだけで満足できない方にはアフィリエイトの方法を、そのセルフバックの延長線上でね、ちょっとこう手ほどきさせてもらって、じゃあブログに掲載していきましょうということでブログセミナーをやったっていう流れなんですよね。まあ、ですので、結構順調に運よくやらせてもらったかなっていうところでございます。はい、以上ですね。なんか参考になるんじゃないですかね、こういうのがね。うん、だからどんなところからもいつからでもスタートできます。私は実は今日ね、ビットコインがタダでもらえるポイントサイトっていうのを教えてもらって、それをスタートしたんですけど、早速ビットコイン入金されてますね。うん、これね、やっぱ始めないと損っていうのが結構あって、始めない人が多いから、まさに始めた人だけに売り上げが集中するっていうロジックですよね。大和くんが泣いてる。じゃあ12日ちょっとまたスケジュール送らせてもらいますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。